水道、イエーイ、カン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 。もう前回ね、もうね、あの下水道という英語をね、もう分からないから、もうそのままでいいやと思って、諦めてしまったというところでございますね。はーい。はい。ということでね、まあ続きやっていきましょうか。でね、前回ですね、あの動画をご覧いただいた方からね、お叱りを受けましてですね、何かっていうとですね、あの、ベラ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 喋って、まあいろいろとね、あの、ネタを仕込もうとして頑張ってくれてる、その努力は認める、その努力は認めるけど、あまりにもゲームが進行しなさすぎてないかいということでね、たくさんの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 お怒りを受けたということでございますんで、まずはですね、こちら次に進むためのアイテムをね、一つね、繰り広げていくってなんだって、あの、拾っていくっていうところから始めていきたいというふうに思っております。はい。ということでですね、皆さん、あの、ソーセージはお好きですかね、まあ、こう今からですね、向かうところですね、あの、たくさんのね、あの、超、あの、あれですよ、一個の区切った、その、一口サイズのソーセージじゃないな、あの、いつもの皆さんが頭の中で想像しているソーセージではなくてね、あの、ソーセージを生成するところからの、あの、超の長いお付き合いのやつですね、はい、こちらですね、はい、たくさんのね、ソーセージがね、うわーってなってるんですけれども、うわー、もうこんなダメだな。この例えはよくないですね、ソーセージって、これたくさんのソーセージがあるんですよって言った瞬間に、ね、あの、ソーセージが食べられなくなっちゃうっていう人たちがたくさん発生しそうな気がしてきたんで、今のは皆さん忘れてください。はい。ハムにしておきましょう。一緒じゃねえか、バーロー！ということでね、はい。で、こちらの方向かっていくとですね、はい。で、あーもう何これ気持ち悪いってことでね、気持ち悪いものがたくさんあるんですけれども、こちらで寝ている人たちがたくさんいるんでね、とりあえずね、私は、あー、ギーブーンってやっていきましょうということで。で、こちらね、ハーブを取ろうと思ったら、中から、あー、出産所長再びということでございますね。はい。所長はやっぱり出産するものなんですよってね、ひどいってことなんですけどさ、あー、彼、あちこちにーって、でもあれ、彼どこ行ったのかよくわかんないから、とりあえずもう一発、ワーッとぶちまけておきましょうということでございます。はい。で、こちらの方に降りるとですね、あの準備万端、雨あられとかで、あそこになんか一体待ってるよとかなることですけど、この間お伝えをしたですね、あの G って言ったじゃないですか、あの G、あのあれですよ、あのゴキブリの G じゃないですからね、あのゴキブリの G じゃなくてね、彼に関してはですね、はい、目玉打ちじゃなくてね、あの寿命が尽きる際にね、お首がピヨーンと伸びるからですね、あの目玉親父とか、鬼太郎とかたくさんね、あの僕がね、あのウィリアム・バーキンさんですね、言っちゃってるんですけども、彼に関してはですね、はい、あの66首っていう名前をつけておきましょう。はい、ちなみに1六首、2六首、3六首、66首っていろいろあるって皆さんご存知ですよ。はい、ちなみにですね、あの我々は二六首って言うんですね。あれお目目がパッキンってなってるんですね。はい。で、お目目がピあの、ね、パッキンってなってるからね、あたかもですね、あ、こいつもなんだ、目玉しか、じゃあ、おい、来たろうって言いたいところなんですけれども、はい。今見てくださいね。こうやって、キュイーって、ほら、お首が伸びてる。はい、これ六首なんですね。はい。六六首っていうことで、はい。ビビってるー。あ、これはやっぱりね、そう、もうダメだって、もうダメだって、それ以上言っちゃったら、もうあの、皆さんが、あの、食事の時にグエ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 って、あ、六六首ー。六六ビヨーンですね。はい。六六ビヨーンって伸びてビヨーンってことでございます。はい。で、こちらのですね、アイテム、意外とですね、あの、初プレイ、初見プレイをしている方々なんかっていうのは、こっちから六六首がビヨーンって伸びてきてるっていうことでね、あ、こっちに行ったらちょっと大変なことになるかもしれないから、一旦諦めておこうっていう風にね、あの、してしまっている方がいるかもしれないので、実はね、あそこの裏の方に、ね、焦げているのに頑張っている。あー、なるほどね。じゃあ、このままやられちゃったら大変なことになっちゃう。そうはいかの金玉でございます。で、こちらはゾンビが立ち上がってコーナー E。ま、水しぶきが上がっているということでございますんで、まあ、こちらの方進んでいきましょう。で、はい、こちらにね、立派なね、あれですね、やっぱりね、立派がある。何なんだよ、立派って。はい。じゃ、こちらの方進んでいくとですね、まだちょっとマシな世界が繰り広げられているかなってことでございますね。で、こちらの下をね、伺っていくと一体何が待ち受けてるのかっていうことはですね、一切合切ですね、開発者の諸君にしか分からないということでございますんで、我々としてはね、もう何をすることができるのかっていうのが分からないですから、一旦こちらの方行ってみると、まあ、大してね、運べるものがないということでございますんで、もうここで別に紹介するものは特にないということでございますんで、一旦こちらを振り返っておきましょう。はい。ということでですね、こちらの方にね、ガーンと進んでいくとですね、なんとですね、一体何のためにこれ用意されてるの、さっぱりもっかり分かんないっていうことでございますんで、はい、やっぱりもうこれわからないような状態に起き上がっちゃった。立ち上がるかな。はい、一切合切わからないということで、本当にこの日はね、あのね、まあ、あの、倉庫としてご用意されているっていうことはですね、なんとなく予想がつくのかもしれないですけど、ところで、本当にこれ、何のために用意されてるの？これは、資材置き場なんですね。はい。資材置き場なんですけど、なんかね、いろいろとね、迷路のようにね、ひしめき合っているところですね。なんでわざわざね、これ、刺したり、抜いたり刺したりっていうね、まあ、あれでも、男女が繰り広げる、楽しい、出来事、あれここにジャイアンって寝てなかったっけ？あ、ジャイアンいないんだ。さあ、これ。さあ、この、面会みたいなね、この扉の向こう側で寝ている彼は一体どうで、これ、ちなみに切れる。チェイ。あ、切れる。あ、切れた。あ、おでかーしか、そして立ち上がったー。立ち上がれ、ガンダム。さあ、食べたいけど、腕を伸ばせば食べれるのに。食べない真実、そしてこの優しさ。
皆さんどうですかね、あの個人的にですね、あのやっぱこの形のゾンビが一番怖いんですよ。あのバイオハザード1なんかでもさ、あのフリうん、なんだわーできる、わーもう一回わー、チェックこれない、残念でした。そう、振り向きゾンビっているじゃないですか、あのバイオハザード1の中に出てくるさ、なんかとかバイオハザード1に出てくる振り向きゾンビいるじゃないですか。やっぱりあのゾンビとこのあの髪の毛がないっていう、みんなもしかしてその影響でこう剥ぎ落ちてしまったかもしれないっていうゾンビをですね、あのこんな風にあのじっくり観察することなかないから、こうじっくりゆっくりゆっくりゆっくりってあのみたいになって、こんなことしてるから先に進まんのやろっていうことで お怒りを受けてじゃあお叱りを受けているということがございますんで、はい、やっぱりあのゾンビといえばね、あのやっぱ土葬といえば土に、はい、なんかあの影が映っていたかなという気がしたんですけど、そんなことは気のせいでございます。はい、彼はどこに行って、おお、足が浮いとるがな。これ閉めるとどうなる？ちょっと一回閉めてみましょう。刺さっとるー。バーベキューの出来上がりー。はい、焼き鳥ならぬね、あのやあの焼き足でございますね。焼き足というかもしれません。ピン。いやー、ごめんね。なんか、とんでもないことになっちまったね。はい。まあ、そんなことも気にしないでね、あの、どんどん、まあ、先へ進んでいきましょう。はい。まあ、資材置き場だけにですね、あの、たくさんのね、あの、荷物が置いてあるなという感じなんですけど、皆さんところでチェスってできますか？はい。私ですね、あの、将棋はできないけど、なぜかチェスはできるということですね。はい。あの、ちょっとした、まあ、自慢でもなんでもないんですけど、あの、アメリカに1ヶ月間行ってた時にですね、はい。あの、そこの、あの、ウィリアムホストってなんだ？多分、ウィリアムバーキンで言った。はい。あの、ホストのね、あの、それこそ今みたいなの、ゾンビみたいな格好をした、格好とか、まあ、ゾンビよりもお腹が滑覆が非常にね、あの、たくましい方だったんですけれども、あの、残念ながらですね、あの、まあ、頭はね、もう、あの、とっくの塔に交代しているという方だったんですけれども、はい。あの、その方にですね、あの、チェスを教えてあげるよって教えられたということ感じですね。足が下がって落ちてる。あれ？あ、じゃあ、これをなんかあれだな、繰り返したら足なんかどこか行っちゃうんじゃないか。はい。ティン。もう一回行く？もう一回。はい。ティン。シュン。もう足が大変なことになってきた。足がね、足がついに落ちた。じゃあ、飛ばしておきましょう。さあ、どこ飛ぶことかな。飛ばない、飛ばねえ、足はただの足だ。普通の足だっちゅうの。クイーンはこちらですね。はい、ピーンということで、ピーンと、はい。で、こちらですね。進んでおいて。はい。じゃあ、まあ、資材置き場はですね、特に、ね、あの、ご紹介するほどのね、荷物はたくさんないということですね。まあ、ところで、あの、映画のバイオハザード3とかだったらですね、やっぱりね、あの、こちらのね、あの、中にゾンビがたくさん仕込まれてね、あの、開いた瞬間にね、ゾンビが中からうわーって走ってきてね、あの、本当にほとんど生き残りがいなくなってしまうというような、そんな感じだったんですけれども、まあ、ここには残念ながらゾンビはね、たくさんいるところからね、一匹のゾンビがなぜかね、かわいそうにね、あの、ポツンと置いてからね、ポツンと一軒家ならぬですね、ポツンと一匹ゾンビってね。で、こちらには一体何が仕込まれているのかなと思ったけど、大して紹介できるものがなかったんで、こちらに向かっていきましょう。はい。ということでね、声のトーンがどんどん下がってるからボリューム上げていくよ、イエーイ！テンションが上がってるよね。ボリュームも上がってるけどテンションも上がってるよね。いいよね。ああ、皆さんの耳がつんざかれるようになってるかもしれないですけどね。ところでね、あの、やっぱりバイオハザード7を経験してるのかもしれないですけどね、あの、なんか、あの、ウィリアムソーセージがですね、あの、こちらの氷ですね、ニョキ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 って入ってきてるという感じでございますね。はい。まあ、ウィリアム1匹がですね、あの、あれですね、目玉親父1匹が、あの、決してですね、あの、頑張ってね、やっている、んというだけではなくてですね、はい、やっぱり、ネズミちゃんがですね、G ウイルスをね、あの、いろんなところに糞尿を垂れ流してしまったという結果においてですね、はい、皆さん残念ながらですね、あの、こんな感じになってしまったと。で、なんでここだけが巣になったのかっていうことがよくわかんないですけど、もしかしたら資材置き場の方にですね、あの、この G ですね、あの、六六首さんがですね、あの、美味しく食べられるっていう、なんか栄養素に詰まったたくさんのものがあったのかもしれないですね。はい。じゃあ、皆さんの方に戻っていこうと思ったけど、わーすごい。弾速はこちら。でも、捕まる瞬間に、あれですね、あの、爆発物、陳列剤飛ばしてみてどうなるかっていうのを試してみても面白かったかもしれないですね。はい。で、こちらの方進んでいこうかなというふうに思っているんですけれども、こちらの方進んでいこうにもですね、残念ながらですね、あの、ここがね、あの、もう、ぼっきり折れてしまっているということでですね、はい。まあ、あの、いわゆるね、中、うん、ということでございますんで、まあ、それ、そうなってしまっているという状態の時にですね、あの、やっぱり、前後左右に動いてしまったらですね、あの男の子の方がね、痛い痛いってなっちゃいますからね。はい。で、女の子の方はね、あんた何してんのっていう状態になっちゃいますんで、はい、はい。そういう状態の時にやっぱりね、あの、例のくる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 レバーをですね、回さないようにだけしていこうというふうに思います。ということでですね、あの、こちらの方に進んでいくとですね、あの、元に戻っていくので、なんかあっちの方でね、あの、パラ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 ぶら下がってるのでね、ちょっと上の方に行ってみましょう。はい。で、特に、ね、何もないので、こちらに戻っていきましょう。こっちから開けることもできるみたいですね。はい。そんな、サービスなんかっていうのも仕込みながらですね。はい。ということで、じゃあ、本日の観光ツアーは以上とさせないですよ。はい、させないですよ。はい、こちらの方進んで。あ、ちょっと、バカだれ。バカだれ。はい。はい、はい、はい。観光ツアーはまだまだ続けていきたいというふうに思っております。はい。で、こちらの方に進んでいくとですね、はい、なんか前回ね、
目玉親父がぶっちらかしたですね、あの66首っていうのがね、なんかね、あ、こっちの方に、どっちにぶっちり待っている、待機しているわけですが、まあ、一発とりあえずお見舞いしておきましょう。はい。で、こちらの方に進んでまいりますと、まあ、いろいろとですね、あの、私が、皆さんにまだね、お伝えできていないところっていうのがたくさん、あ、仕込まれているということでございますんで、これ、あ、これ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 。で、これをくる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 回していくとですね、はい、皆さんに、お届けする、次のフェーズが広がっていくということでございます。やっぱりね、観光ツアーもね、あの時折ね、あの思いっきりね、あの奥地、僻地までね、ブワーッと行くっていうタイミングがあるっていうことも非常に大事かなというふうにも思いますし、逆にね、あのやっぱりね、あのベラ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 喋りすぎてね、進んだのは少ないけれども、やっぱりトークがね、たくさん盛り上がったよというようなところでですね、やってやるっていうのも非常に面白いですね。で、こちらをうわーってやると起き上がって、来ない？起き上がって、おいで。ほい！うえー、よくも起こしてくれた、うるせえ。寝てろ。過労死するだろ。もっともっとゆっくりゆっくり寝てないとダメなんですよ。そしてあちらの方にはあれ？あれ？こっち。ああ、なんか向こう側で歩いてる人がいますね。まあ、ちょっとあのゾンビ、どのゾンビが怖いよっていう話にちょっと立ち戻るとですね、やっぱりね、ハゲかけるゾンビって怖いなっていうふうに思うんですよね。まあ、バイオハザード1に出てきたね、ゾンビなんかっても非常に怖いなって思ったりとかするんですけども、こんなところで、ちなみにこの部屋は一体何なんだ？はい。はい。で、まあ、いろんなゾンビが出てくる、僕はね、いろんな、あのゾンビがやっぱりね、あのタイプのゾンビが一番怖いなって思ったりするんですけど、だってこのゾンビに関しては、ただのジャイアンじゃん。もうね、何十年も愛されてきたさ、国民的アニメのさ、ガキだ、衣装がさ、でも怖いわけないじゃないですか。映画の時だけ味方になってくれるって、超絶優しさが持ってるからね。いや、ずーんで。で、向こう側に飛んでいくかな。はい。じゃあ、こちらの方のね、作業室はね、作業室から作業したら起き上がってきちゃったよ。起き上がれ、ガンダム。じゃあ、こっちの方にね、来た瞬間にですね、ここにお手手を挟んでですね、くる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 って回してね、潰してやろうかなっていうふうに思います。わあ、こっちの方に向かってきてるね。あいつは焦げてんのかな。わあ、わあ、わあ、どうなった？扉が、こっち向きで開いた。あー、プランプランしてる。なんだ、ここジャイアン非常に多いですね。ジャイアン。こっちの方に行くと、お前は、何者だ。なんかお口がパク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 、なんかコウモリみたいなやつですね。コウモリみたいな顔しますね。うわあ、ちょバカたれ。ああ刺しちゃったー。あのね、コントローラーがうまく発動してくれなくてですね、ナイフを刺し刺することができなかったということでございますので、とりあえずこれを拾っておきましょう。ナイフの耐久値が下がってしまった、なんてことでしょう。じゃーん、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 じゃーん。なんだこれ、今なんて書いてあった？トリートみたいな、中水水。はい、あ、中水水ですね。はい、ここで中ちゅ、あー、ちょっとこれ拾ったらあれだな、アイテム欄が埋まっちまうだな。うん、諦めよう。なんかくっつけられた、急に巣を出すんじゃないよ、急に巣を出すんじゃないよ。はい、ということで、こちらの方に向かってまいりましょう。おれー、立ってる。ちなみに、この子ですね、よーく見るとですね、あ、皆さんちょっと今からちょっとやってみましょうか。あんたなんか、なんかね、おひげが生えてるんですよ。おひげボーン。はい、ということで、これごちそうさまでございました。うわぁ、すごい吹っ飛び方したね。はい。すごい吹っ飛び方をしたんですけれども、まあ、吹っ飛んでしまえば、もう、こちらのものってですね、どんなもの？はい。で、こちらにですね、注水室にね、ぶち込んでいくね、お水ですね、汚いお水と書いてお水ですね、もうあったりとかするんですけれどもね、はい。そんなこともあったりとかして、で、こちらの方に進んでいくと、寝ているやつがいるので、この子、ん？隊員が寝てんじゃないわよ。はい。もっと働け？シャカリキ働け？シャッカリッキシャッカリッキー、あーなんだ、ただのグレンちゃんか。わあ、甘いですね。うわあ、さあ、ナイフを返していただきましょうか。ナイフ返して。まあ無理ですね。はい、ナイフは残念ながらですね、はい、3回使ったらもうポッキリ折れるということでございます。はい、まあやっぱりね、1回戦2回戦は元気なのかもしれないですけどね、やっぱり3回戦ともなるとですね、なかなか元気になれずにね、ポッキリ折れてしまうということはね、多くの男性が結構ね経験されているんではなく、何の話をしとるんだね。うん、ということでございます。はい、ちょっとこちらの方にですね戻りたいなと思うんですけれども、さあ、まあセーブポイントがあるということで、セーブポイントに向かってですね戻りたいなというふうに思ってるんですけど、先ほど拾うことができなかったアイテムですね、ポコ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 って拾うことによってですね、まあ皆さんにですね、どうしようかなってね、素の私を見せてしまったというところですね、今からね拭いされたいというふうに思います。はい、でもう一つですね、こちらの方の、ね、下のをくぐっていくと、はい、もう一つ拾い忘れているアイテムというものがありますので、それが一体何なのかということを皆さんに伝えるつもりですね。え、向こう側が透けたぞ。バイオブルーホース流バイオハザードビレッジ現象が起きてしまったぞ。
あの私のですね、あのスケスケバイオハザードを見たいという方ですね、ぜひなバイオハザードあのビレッジとですね、あのバイオハザードビレッジあのシャドウズオブローズの方ですね、あのプレイしていただけると、あプレイじゃない、あのご覧いただけると、あの私がですね、あのスケスケの状態の中でですね、あのバイオハザードをね一生懸命やっているというのも、もう本当に世にも奇妙な物語状態が起こっているということでございますので、ぜひにご覧いただけたらというふうに思います。ということでフンヌラバー1ルト21おりゃー。さあこの部屋なんですけれども、やっぱりジャズコンサートだから、これあれですね、わお、たたってたってたって、わおがあるかもしれないですね。はい。で、こちらの方ですね、いろいろね、バッテリーがあるんですけどね、バッテリーっていうね、あのネタでね、分かっていただけた方はですね、あのやっぱりね、毎年のね、ガキ使をご覧いただいてるんじゃないかなというふうに思ったりとかします。はい。では、ここピーンと登っていきましょう。はい。はい、ということで、こちらですね、資材置き場パート3ということで、パート2どこやねんっていうところなんですけど、まあまあ、いろいろな、あの、あれですよ、ここ戻、うん、なんだなんだなんだ、なんかあった、なんかあった、これ組み合わせ、はい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 、OK、はい。で、こちらのですね、いろいろとご覧いただくとですね、まあ、なんかいろいろね、仕込まれているということでね、みんなでシコシコしましょうよってことなんですけども、パートもいくつか忘れちゃいましたが、皆さんにですね、ご紹介してきた中でですね、こちらの方に皆さんをお迎えするための道具をたくさん置いているんですよ、と言ってね、はい、で、この先進んでところですね、目玉親父、来たろーとですね、会った場所があったかと思うんですけれども、皆さん、ご記憶に新しいところかも、ご記憶に新しいことかなというふうに思うんですけれども、まあ、そんな中でですね、そちらピンってやってくるですね、上に登ってですね、はい、なんか、黒丸焦げ茶先輩がですね、直立不動で眠っているというところがありますので、まずはそちらに向かっていこうかなというふうに思います。はい。で、黒丸焦げ茶先輩、久々に会いたかったよーということですね、はい。で、このね、警察署がね、もういかに安心してね、徘徊することができるかっていうことなんですけどね、なんていかに徘徊してね、安心して徘徊することができるかっていうことを言うとですね、なんとですね、はい、変態黒紳士コート野郎がいたじゃないですか。あいつがね、もうね、いなくなっているということでですね、あいつはもう仕事を奪われすぎてね、発狂して、うわーってなっているところだったんですけど、そんなことさせませんがなーって言ってね、もう残念ながらですね、はい、ツン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 しているという状態でございますんで、まあ、こちらの方に乗ってきたいんですけども、次回にですね、やり残している警察署のですね、観光ツアーを皆さんと共に行った状態でですね、終わりにしたいかなというふうに思っております。はい、で、最後に彼に電気マッサージをね、やっぱりね、神様して差し上げた方がいいのかもしれないですね。マビ、どうしようかな。うわー、立ち上がって出てくるけど、こっちまで来るかな。おいでおいで、さあおいでおいで、こっちまで来る、来るかな。こっちまで来てくれそうですね。あ、来るんだ。へー、おいで、お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 、来る、来た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 、わー、こんなにくっついているのに、こんなに、あ、無線機ちょうだい、無線機、お、階段頑張って登ってる、2歩で1段ずつ上がっていってる、うわー、助けてー、あ、超積極的、ちょっと待って、え、あれ、俺ナイフしまってたっけ、ちょっと待って、ちょっと、え、ナイフ構えてたよね、ん、この子に関してはあれなのか、あー、やっぱりちょっとねぎらいの電気マッサージを送ってあげた方がいいかもしれないですね。はい、本当にたくさんのね、87連勤にしてね、とうとう寿命が尽きてしまったということでございますんで、皆さんいいですか、過労死に関しては本当にご注意くださいね。もう命あってこそのやっぱ人生でございますから。はい、じゃあ彼にはお疲れ様でしたということで、最後に電気マッサージでね、気持ちよくなってもらいましょう。お疲れ様でございました。ビビ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 、ちょっと刺激が強すぎたみたいですね。ごめんなさいね。はい、本当にごめんなさいね。はい、刺激が強すぎたというところで、はい、まあ、そんなこともあったりするよね、なんていうね、キャハッなんていうことを言っときながら、この辺りで、終了とさせていただきたいというふうに思います。ということでね、今回もね、動画最後まで、動画なんだけど、やっぱり観光ツアーって言いたいじゃないですか。観光ツアー最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回のね、観光ツアーはね、警察署のやり残していることをすべてですね、皆さんと共に、パラパラっとやっていって、終わりにしたいというふうに思います。では、また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録とグッドボタンもよろしく。そしたら無料で観光ツアー参加できるよ。ではまた。